おはようございます。ウィンザーラケットショップ池袋店の中井です。おはようございます。ナビゲーターの西村です。本日の一押しは、はい、プリンスのエルボーバンドで、はい、ハイパフォーマンスプレミアムエルボーを、はい、やっていきます。よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。一押し、では中井さんやっていきたいと思いますが、はい、もう一度商品名いただいてよろしいでしょうか。はい、ハイパフォーマンスプレミアムエルボーでございます。ハイパフォーマンスを生み出すプレミアムなエルボーバンドそうなんですかね、はいはい、名前もすごいんですけど、はい、性能もねすごいんですよ。なので、まずそのバンドという部分で、どういった商品でしょうか。そうですね、まずテニスエルボーとは何だということで、はい、自分もかなり苦い思い出というか、はい、重症が2回の軽症はもう数え切れないぐらいエルボーになってまして、はい、でなった時にやっぱまあ、エルボーバンドはしたり、はい、キネシオテープ、はい、シップ、あとなんかやっぱそういう人たちの中で、はい、これ効くよとかいうのがあって、あその時は噂になってるんですね、うん、とにかく効くと言われたものは何でも試してやって、はい、でもまあ半年ぐらいかかったかな。これ十数年前に出てるんですけど、はい、に出会ってからは重症化しないんですよ。あ、歴史のある商品なんですね。そうなんですよ、はい、でカバンにいつもこう入れといて、はい、怪しくなったらつける。はいはいはい、まあ、最初からつけてることはまずない。例えばなるほど、病気になる前に薬飲まないでしょ。うんうんうん、ちょっと熱があるかなみたいな時に飲み出すと、そうそうそう、ちょっとやばいなっていうのはやっぱ感じ取れるんで、はいはい、そしたらすぐつければ予防にもなるし。この間某メーカーさんのというか、うん、某というか、まあ、テクニファイバーさんなんですけど、うん、マーケット調査されて、うん、結局今痛い方と痛めた方が、うん、マーケットの8割ぐらい、アンケートに答えた方の8割ぐらいはそうだと、はい、ということは皆さん何かしら経験はしている方が多い、はいはい、ね、そうかもしれない。で中井さんもその筆頭に、はい、おられるというところですよね。まあ、ちょっとどんな原因でなるかっていうとですね、はい、まあ、肘のここの骨があるじゃないですか、はい、ここからまあ、この筋肉、はい、に沿って痛みが出るんですけど、はい、でここの筋肉を抑えるのがまあ効果が、まあ、ここが痛いから手前を抑えてあげれば、はい、まあ、痛みが取れるんですけど、筋肉の支点を少し手前にする、はい、短くすることによって筋肉の動きを少し少なくする、まあ、ほとんどの商品はそういう、はい、ここをグッと抑えて、はい、まあ、この筋肉がちょっと緩むじゃないですか、はい、こう引っ張られるからこう痛くなっちゃうんで、うんうんうん、そこを押さえてあげると、まあ、ここが支点じゃなくてこっちの支点になるんで、はい、まあ、痛みが収まるんですけど、使うところも短くなるし、はい、ということなんでしょうね、はい、ただここの筋肉を押さえたいんですけど、こう押さえることによって、はい、こっち側の太い腕頭骨筋って言うんですけど、ここの筋肉まで押さえてしまうんですよね、はい、あ、なるほど、押さえすぎちゃうと、ここを押さえたいのにこっちまで押さえちゃう、はい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 、そうするとここを押さえると、はい、こういう解内する動きをすごい妨げるんですよ。なるほど、サーブが打てなくなってくるんですね。そうですね、例えばスピンもちょっとこうかけづらくなったりするんで、はいはい、まあ、痛いからそんな無理すんなよってことではあるんですけどまあそうですね。でこの商品なんですけど、ちょっと分かりづらいかな、はい、このパッドが、はい、内側にありますね。こう縦に押さえるようになってます。あ、こうじゃないんですよ。なるほど、それでつけちゃおうか。つけてこの今言った腕頭骨筋っていうところを押さえないように挟むんですよ、まず。なるほど、それでこれを締めることによってここをこう押さえるんで、痛みの元であるところを縦に押さえてくれるんですよ。でもここは押さえてないんです。なるほど、だからこの動きは一切妨げずに痛い原因のところをしっかり押さえてくれるんで、まあ、全力でプレーできる。なるほど、まあ、全力でやっちゃダメなんですけど、はい、それがハイパフォーマンスという名前にも由来しているのかもしれないですね。そうですね、はい、で、まあ、まあ、こっちが締めといて、はい、これを緩めると、まあ、休憩できるんで。なるほど、まあ、ちょっとチェンジコートの時とかでもこう緩めとくとか、はい、でいざやるぞっていう時もこう締めると、うん、グッと押さえが効くという。なるほど、中井さんもこれご使用なんですか。そうですね、これはカバンに入れてあります。あ、もうマストアイテム、はい、ただ今回は痛められた肩ですもん、ね、
そうなんですよね、肩痛いんですよ。もういよいよテニスちょっと休まなきゃいけない状況ですもんね。そうなんですよね。で一応このパッドの説明をちょっとさせてもらっていいですか。はいはい、これ取れます。でこの形が、はい、こっち側とこっち側でちょっとあのカーブが違うんです。はいはい、でこれつけるときに、まあ、あとは位置もこう変えられたり、はい、向きを変えられたりして、要するにここを抑えるのが決め手じゃないですか。はい、うん、で人によってこうこの腕頭骨筋とこの側頭なんだっけな、等速手根伸筋か、はいはい、でも抑えるのにやっぱ距離が違うんですね。あ、まあ、サポーターのサイズもあるけども腕の太さもあるし、あの腕の太さが一緒でも、はい、その筋肉の場所がちょっと違うと。そうですね、はい、それは自分でこう一番いい位置をこうカスタマイズできるんですね。見つけてもらってここにキュッと一番つけて効くなっていうところを見つけてもらえば、はい、まあ、それ見つけたらもう動かさない。なるほど、そういう商品でございます。でも長くテニスをするためにも、はい、ですごい軽いしね、あのつけてて違和感も少ないし、うん、まあ、痛みが出ないことが一番ではありますけれども、まあ、出てしまった時にはそれでもやっぱり楽しいテニスライフを続けていただきたいので、はい、こういった商品を、プリンスさんがお出しになられていると。そうですね、はい、ただライバルモデルもあるってことですか。まあ、他のモデルは大体こうなんですよ。あ、なるほど、押さえ方がちょっと違うんですね。はい、みんなこう押さえるんで、はい、まあ、これでも効果はあるんで、はいはい、まあ、まあ、プレーをそんなにこうフルでやらないということであればこれでいいです。はい、なるほど、まあ、あとは好みに応じてというところですよね。そうですね。だから中井さん的に今日一押しなのは、プリンスの、はい、ハイパフォーマンスプレミアムエルボー。プレミアムがつくんですね。はい、はい、以上で商品の一押しよろしかったでしょうか。そうですね、以上でいいと思います。はい、じゃあ皆さん、はい、ぜひぜひ、こちら池袋の電話でお越しいただいて、はい、中井さんに使用方法を聞いていただければと思いますので、はい、ご来店お待ちしております。はい、中井さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。